本日は家康公生誕祭にご来場いただき誠にありがとうございます。皆様にお願いがございます。携帯電話をお持ちの方は電源を切るかマナーモードにしていただきますようお願いいたします。なおジャズライブ動画の撮影はお断りをさせていただきますのでご了承くださいませ。それではお待たせいたしました。天性の歌声と確かな歌唱力、飾らない親しみやすい人柄で人気を集める岡崎市出身の今岡智美さん、今日はディアブルースの皆さんとのコラボでクリスマススペシャルジャズライブをお送りします。今岡智美ズディアブルースの皆さんです。それではお願いします。Thank you.
きたいと思います。今日はチャーリー・チャップリンのような格好をしてますけど、ドラム山下義孝、そしてベースは名越和也、映画の曲をお送りしました。それでは早速もう一人の仲間を紹介したいと思います。ボーカルは岡崎を代表する素晴らしいボーカリスト、今岡智美です。Come on.
眠そうに見える？る見える、あ、ほんと、ほんだけど、だけど、これってあのこれだけ大きいからね、中にどれだけでも着れるんですよ。ですね、この下に5枚着てます。そして、ボカロンは4枚ということで、途中でこう汗が出てくるかもしれません。そしたら、ボカロン、わかりますね。そんなわけで、ハオハイザモンを聞いていただきました。皆さん、本当に風邪ひかないように、寒かったら、本当隣の人にピタピタピタと、他人でもいいですから寄っていただいて、キュッキュッと。あ、そうそう、日に当たりに来るっていうのもいいかもしれないですね。もう本当にどこで何しても大丈夫です。そして、動画はダメですよ、そんな、アナウンスもありましたけども、こちら側クラブだったら写真も OK です。なんでかっていうとこっちの方が写真写りがいいからなんですけども、そんなわけでどうぞよろしくお願いします。さて、それでは皆さんも体を温めますか。ラブを歌いたいと思います。ラブ、皆さん一緒に歌ってくれる？そうそうそう、そんな感じ。L-O-V-E。 これをですね、皆さん声を出しながら、そして体を温めていただいて、みんなで一緒に歌いたいと思いますが、ちょっと練習してみてください。
奪っていってしまった。というのがテネ
勅使河津の歌詞の内容なんです。そんなわけで、今日は寒くてそんなことも考えとれへん、みんなそうなって見えるかもしれませんけれども、この間は、ちょっとね、ダーリンの奪われた方の気持ち、そして愛しき人を奪われた方の気持ちになって、聞いていただこうと思います。それでは聞いてください。テネシーワルツ。これはリバーブ聞きますか？はい、じゃあこのまま歌いますか。はい。
I do.
外後ろの方までお客様がね、どんな格好で、そしてどんな笑顔で、聞いてくださっているのか見えているんです。その中でもですね、一番こう印象的なのがですね、一番前の、先ほどのね、漢字役をやってくださった方の隣の方なんですけども、きっとね、ちょっとほっぺたが冷たいんですよね。ずっとこうして見えて、最初のうちにそれが文句の叫びのように見えてるんですね。思い出とかっていうのはラムジーありますか、踊り明かすに対して。これは本当にいい曲で